触らせてくれる女子来てぶっ飛ばすべきこいつぶっちゃったこおい来いよ来いよフルボッコ抜けちゃったねでも君のプレイヤー ID 控えてっから正体かけちゃおうかなボックボッチャ今日はしっちゃと遊ばずに変態のいる部屋に遊びに行く触らせてくれる女子来てめちゃくちゃ気持ち悪い僕は春日部に住んでるけれどこの部屋にお邪魔するでぼーめっちゃ気持ちが悪い部屋見つけたほんま気性ないなんじゃこいつこんなんばっかおらんけど部屋どうなっとんのバウンティとことん精細やなこれな坊ちゃん僕がやるマサオくんも呼んでるなので一回対面してください終わったらまた部屋作ってくださいぶっ飛ばすべきでちなみにインスタはやってないなんでぼっとんねんほんと部屋作るの下手なやつ多いなぁ。対話したいです。お願いします。こいつ部屋の作り方知らんらしいんで、もう一回こっちでね、部屋作ってこいつ正体かけたいと思います。はい。スラッシュさん専用。まんまと引っかかりやったよ。お前、気性い変態やな。暴行してあるからな。キュンタマゴロゴロ。新チャンネル、肉キュンベータこちらはバウンティ以外のゲーム実況をするチャンネルとなっておりまして、まあ、今回新しく作りましたと、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、思いっきりボコッソしっちゃん僕のこと、嫌いにならないってね園長先生に言わないってねなっちゃこいつめっちゃ雑魚いやマジで弱すぎやろお前バウンティーしっかりやっとるんか日頃からなお前エロ目的にバウンティー使ってんじゃねえぞお前だからそんな雑魚なんだよ分かったかなんでクイズ久々に見るから分かんないやなんだっけ見るワールドに通されるんだっけどのタイミングならいいだっけもう出されちゃってよしんちゃんねねちゃん助けて大丈夫マサオくんもう何もしなくても勝てるからおい来いよ来いよエロガキお前飢えてんのかなあ、おい、来いよ来いよあっつーそっか、この鎧があれば何も怖くないんだねぶっ飛ばすべきうおーだいたい、マウンティーラッシュをエロ目的で使っていい思いできた人っているのかなボンちゃん、ちょっとボコしすぎだよ砕け散り、そして再び出会う河原の石のように死んでこいアホちょっとは反省したかお前でもこいつはまだこの後インスタ教えてもらえるって思ってんのかな気が止まんないですねこいつ今もさ鼻の下伸ばしでギンギンでバウンティやってると思うとめっちゃおもろいななんじゃお前そのフェイント意味ねえことすんなよガキ意味ねえことといえば、おめえがバウンティーでエロいことしようとしてんのも意味ねえけどな。ぶっ飛ばすぜ、ベイベー。へい、おめえのみなみなのことも分かってんだ。おら、クレーン、ウェーン、メミー、もう無理ちゃって。マサオくん、大丈夫。どこでもいい。ここは地球の上。怖がらなくて大丈夫。いや、雑魚。おお前どんな妄想してんだ頭の中でこのヤマト使ってる子やっぱ女キャラ使うから可愛いのかなおっぱいでかいのかなとか思ってんのかお前な残念ながらキュンさんだよねえキュンさんと好きなことするのかいボクちゃんねえボクちゃんにはちょっと刺激が強いかもしれないよキュンさんはなあおいさあラスト1キルするぞぶっ飛ばすベイベーおい来いよ来いよフルボクッぞフルボクフルキッズフルキの吐息おめみてな弱いやつに誰がインスタで見せるかよなあかわいそうだから僕と働
あげる。てってれって、てってれって、てってって。おい、ウハウハキッズ来いよ。おい、お前の専用部屋やぞ。何余ってんだ、お前。エロすぎてごめんなさいってか。許さねえぞ、お前。制裁はこれからや。悪魔の制裁、受けてもらおう。ぶっ飛ばすぜ、ベイビー。全然。まあ、建前上とても強かったですと言っときましょうか。私がね、ぶっ飛ばすベイビー。さあ、インスタ欲しいか、僕ちゃんに聞いてみようか。だいたいさ、バウンティだけじゃなくてインスタもそんなことに使われたらいい迷惑だよね。で、まあ、こいつ欲しいって言うだろうから、そこでちょっとネタバラシ的なことしていくんですけど、こいつが部屋抜けても、ジョキュンさん永久的に追いかけるためにね、ID コピってます。あるわけねえだろ、お前バウンティーなんてどう思っとんねん。ジェニー。OK で強がっちゃって、あらら抜けちゃったね。でも君のプレイ ID 控えてっから、キュンさん。永久的に正体かけちゃおうかな。来いよ、キッズ。おい。これ弱い者いじめしてるわけじゃねえからな。お前を正すためにやってんだからな、これ、キュンさん。なあ、別にお前のこといじめたりしねえからよ。ちょっと話させろよ。喋らせろ、喋るだけだ。なあ、いじめたりしねえから来いよ。おい、キッズ。来いよ。おい。お前インスタ欲しいんだろ？おう。キュンさんのでよかったらあげるよ。この機にインスタ撮ってあげるよ。おう。逃げんなって。逃げんなって、僕ちゃん。念願のインスタあげる言うとるやろ。おい。僕ちゃん。僕ちゃんちょっと眼内モード入っちゃったかな？なえちゃったかな？なえたか？反省したか？懲りたか？二度とすんなよ。お前次またやってんの見かけたら永久的にまた正体送ってやっからな。一日かけて送ってやっからな、お前。わかったか？おい。もうお話ししてくれないのか？キュンさんや、ボーちゃんと。マサオくんもいるよ？ねえ。あ、ダメ、完全に嫌われたね。ぶっ飛ばすベイビー。マサオくん、うるさい。ひとりぼっち僕ちゃん、遊んであげるよ。あれれすぐやられたね。負けてどんまいはくさ、しつこいよりやみ、傷つくよ悪口、特定するぞボケかすって、お前のままのわかり